はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームを、サイトでチェック。今回チェックするのはメタリックチャイルドということでね。メタリックチャイルドって何のゲームかってよくわかってないんですよね。あんまりこう情報がないというか。なのでもういきなりもうサイトのチェックを言ってしまおうかと思います。はい、ということでこちら、はい、メタリックチャイルド9月16日に発売されますいや、まあ発売されるから紹介するし、ちょっと前から発売されるの知ってたわって感じなんですけども、なんでこういうの書いてあるかよくわかんないけどね。はい、発売されます。はい、ということで、ゲームを起動したあなたは宇宙で助けを求めていたアンドロイドロナと、偶然通信がつながる。あなたは一人で身動きが取れないロナを操縦して、宇宙実験室ライフストリーム号の中で発生したロボットによる反乱を防がなければならない。様々な武器と多彩なコア能力を利用し、巨大な敵を撃破して、反乱の背後に隠された真実に迫ろう。彼女を助けることができるのはあなただけだ。準備は OK? っていうことなんですが、どういうことだろう。これは、ナビゲーション型なのかな。まあ、要は、プレイヤーが、遠くの誰かと通信してるみたいな設定ってことですよね。てか、通信してるという、こう、同じ世界観なのか、こう別世界観なのか、まあ、どっちでもいいんだけど、ゲームだからね、ゲームだからこの、本来プレイヤーは外側にいて、中に、ゲームの中にいるキャラクターを操作するから、本来は、この関係性っていうのは、プレイヤーがロナというキャラクターを操作してるっていうニュアンスなんだけど、このプレイヤーっていうのが、プレイヤーじゃなくて、この、なんだ、ゲームを起動したあなたっていう、ゲームの中の世界観の中の一人になってるっていうことですよね。だからこれが重要なポイントは、これは単純にこのロナっていうキャラクターを直接操作するのか、それともなんかロナに何かやってもらわなきゃいけないのかっていうのが、この説明だとよくわからないところですよね。わからないってこれから探るって感じですよね。はい、ということで、ローグライトアクション、ロナのミッションを助けるには、多数の武器アイテムと周囲の装置をうまく活用しなければなりません。各武器を、所有する固有、各武器が所有する固有スキルと強力なつかみ技を活用すれば、ハイテンポなバトルが楽しめます。またローグライクジャンルやアクションが苦手な方でも楽しめるよう、さまざまな難易度が用意されています。だからこれは入るためになんかこうちょっと仕掛け内容が変わるようなダンジョンがあって、そこで多彩なアクションでクリアしていくっていうニュアンスでいいのかな。で、難易度がいっぱいあるよってことですね。はい、それぞれの武器が持つ固有スキルで突破、掴んだ敵を他の敵に投げつけるスローアクション、ステージに存在する登場物や、装備を活用ということで、まあなんだろうな、こうアクション系でローグライクだから、やっぱり落ちてるものを使うとか、まあいろいろその辺が有効にできるってことですよね。エピックボスバトル、膨大なエネルギーを持つコアジャムはボスを倒すことで入手できます。10種類以上もが登場するボスはそれぞれ驚異的な固有スキルを所持しています。ボスを倒し、コアジャムを手に入れることが、彼らのスキルを習得することが、コアジャムを手に入れることで、彼らのスキルを習得することができます。ということで、だから、ロックマン的な感じなのかな?あれ、ボス倒して1個能力入るでしょう。で、まあ、ロックマンも、まあ、ボスの数はどうでもいいや。はい。で、ベアリアスコアーズっていうのかな?エネルギーが込められた球体であるコアには様々な機能が秘められています。ロナは他のロボットのコアを食べることで新たな能力が入手可能です。装着するコアによってロナの性能は変化してしますので、バトルごとに様々な戦略を用いて敵と戦いましょう。なるほどね。
敵から奪ったミニコアとスーパーコアによってプレイごとに全く異なる育成が可能。これは一回ダンジョンでやられた場合は、物が継続して持っていられるかっていうようなことが気になるよね、ローグライドのやつね。コアの装着時にバグが発生してしまうこともっていうのは、ダメじゃん。で、ストーリー&クエスト。あなたはロナと通信をつなぎ、遠隔でロナを操縦することになります。ロナを助け、ライフストリーム号にて、繰り広げられる巨大な反乱を解決しなければなりません。ロナと一緒に様々な人と出会い、ライフストリーム号の隠された真相を明らかにしましょう。まあ、こうやって見ると、やっぱりこう、なんだろう、こう、通信してるっていう設定はあるんだけど、あくまでもプレイヤーががっつりロナを操作してるっていう感じですよね。ロナと会話しながら反乱の、真相を探索。NPC たちを助けてミッションを遂行。で、ロナ。CV クエスチョン、なんでしょうね、これ。プロジェクトメタリックチャイルドによって作られた人間の子供に近しい感情を持つアンドロイド。自分を作った科学者アイリンを母のようにしたい、彼女に従っていた。ある日、宇宙実験室、ライフストリーム号で反乱が起こり、その主犯がアイリンであると知ったロナは、彼女を止めるために行動を起こすが、アイリンの他のロボットたちから攻撃を受け、破壊されてしまう。通信機能を妨害する研究室に閉じ込められ、当てもなく救出信号を送るロナ。偶然あなたが通信と繋がったことで彼女に希望の光が灯った。何なんだろう。こう、設定的には、ラビリンスの彼方だっけ？あの、3DS の。あれも、ほら、中の子がさ、なんか、たまたまこっちのパソコンで遊んでる僕らに、こう、繋がったっていうのあったけど、それに近いのかな。ゲームで遊んでたんだよね。うん。パン。これも CV クエスチョン。いやいや。ロナに友達を与えようとアイリンが作ったロボット。豊富な知識でロナをサポートする。ロナのことを大変思いやり、世話をする親友である。ロナが実験室で人々から存在に扱われるのを見てきたため、人間に強い警戒心を抱いている。船内で発生した反乱を阻止するため、ロナのミッション遂行をサポートする。ということで、まあ、パンも、だから、クエスチョン二人、ま、並んで、こう、三段落ちなの、このあなた。CV、あなた。いやいや、ゲーム中にさ、ボイスが入ってるから CV なわけでさ、あなたって僕はボイス、ゲーム中流れないよ。メタリックチャイルドというゲームを購入し、プレイしようとしていたところ、偶然ロナと通信が繋がったゲーマー。地球でゲームコントローラーを握っているあなたは、自力で身動きが取れないロナを遠隔操作し事件に関わっていくことになる。出しゃばる性格で自信に溢れているが、時には気落ちする場面も、表向きはポジティブな人物に見えるが、どうやらネガティブな部分も合わせ持つようだって、勝手にプレイヤーを、なんか、僕自身の分析しないでほしいな。はい。で、ギャラリー。こうやって見るとね、ニンテンドースイッチのこう本体に載せてるのは結構、凝ってますよね。スクリーンショット等はでも、これは、ムービーは、ぜひね、概要欄にリンク貼っときますので、そちらで皆さん見てください。で、スクリーンショットもいっぱい揃ってるようです。はい。ということで、メタリックチャイルド、プロダクトね、メタリックチャイルドの製品情報が確認できます。書いてあって。これ思いっきり PS4 があるんだけど。で、タイトルメタリックチャイルド。プラットフォーム PC、任天堂スイッチ、プレイステーションって書いてあるね。この左のね、パッケージを見た感じだとプレイステーション4なんだよね。で、2021年予定発売予定ね。だから、これがあるから、多分、最初にサイト見た時に出たのが9月16日に発売って書いてあったんですね。はい。で、ジャンル、ローグライトコアアクションゲーム。プレイ人数は1人。で、セロの方の審査、ちょっとこれはわかんないけど、多分、Amazon とかだったら情報出てるんじゃないかな。はい。といった感じです。ということで、なんか最近ローグライクとかローグライトとか言われてるね、やつたまに出てきて、なんか、こう、日本でもそれなりに知名度を
得てるんだけど、どうしてもあの、もともとこう、ローグライク的に言われたのが、不思議のダンジョンと、ね、試練だった時代が結構長いので、あの、結構お年を召した方って言っちゃうんだけど、結構年配の人にとってローグライクって聞かれると、ローグライクとか言われると、アクションのイメージを持ちにくいっていうのはあるかもしれないですね。うん。でも最近多いんですよね、こういうタイプが。あと、まあ、全然もうね、不思議のダンジョンじゃない、ああいう感じではないものも結構いっぱい出てるんで、割とこう、なんだろうな、ハック&スラッシュとかね、ああいうのに近いようなニュアンスの、まあ、感覚で使えるのかな。あと、メトロイドバニアっていうね、こう、一般にあまり知名度的に認知されて、されにくいジャンルもあるし、まあなんかその辺と一緒にね、こういうジャンルが、こう、繰り返し使われることでね、ちゃんとこう世の中に伝わっていくといいなって思いますよね。はい。ということで最後はなんか全然メタリックチャイルドの話じゃなかった気がするけど、この動画がね、このチャンネルにね、ぜひね、ご支援いただける方はチャンネル登録と、グッドの評価をお願いします。以上、サッカンでした。